マミモメモさやかです。ファミコン探偵クラブやっていこうと思います。これは消えた後継者からやればいいんだっけ。ゆるっとやっていこうと思います。どんなゲームか全然知らないんですけれども、特典付きを購入しました。まあみんな名作って言ってるのは知ってる程度ですかね。調査開始。はい、始めます。この物語はフィクション。そうですね、ファミコン時代のソフトだよ。すごいよね。あなた、私なんね。主人公が目覚める。おい、君、どうしたんだ。大丈夫か、聞こえるか。おお、すごい、なんか微妙に動いてる。アニメ、誰かの声が聞こえる。お、気がついたか。しっかりするんだ、君。僕はどうして、ここは一体どこだ。僕は誰だ。何も思い出せない。記憶喪失か。君、何も覚えていないのか。何もわからない。僕は誰だ。ほとんどフルボイスなのかな。どうなんだろう。次に目が覚めた時、僕は助けてくれた男性の部屋にいた。災難だったね。でも無事でよかったよ。私はアマチと言うんだ。よろしく。こちらこそよろしくお願いします。助けてくださってありがとうございました。いいんだよ、当然のことをしたまでだ。私は一人暮らしだから気兼ねなく過ごしてくれ。あの、僕はどこに倒れていたんですか。私がちょうど宇那神の崖のそばを通りかかったら、道端の草むらに君が倒れていた。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。反対側は海になっていて、人も滅多に通らないそうだから不幸中の幸いだったよ。じゃあ打ち所悪かったとかこんな感じかね。怪我なくてよかったね。そうでしたか。本当にありがとうございます。それよりも何か思い出せたかい。いえ、何も。そうか。何、焦ることはないよ。何かきっかけがあればすぐに思い出すさ。ちなみにこの町は大里市というんだが、どうだい、何か引っかかることはあるかい。いえ、特には。おお、のノベルゲームとも違う推理ゲームなんかな。キック、アマチのこと。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで、相談に乗るよ。優しい。声優さん杉田さんじゃないですか。なんか杉田さん昔からすごいゲーマーっていうイメージで、ファミコン探偵クラブもすごい好きそう。出演できてめっちゃ嬉しそう。勝手に勘ぐる。自分の体、そう、怪我してないの？事故の時のものかな。あ、頭に怪我をしている。頭してるんだ。おそらくそうだろう。もしかしたら頭を打ったショックで記憶を失ったのかもしれない。とりあえず宇那神の崖へ行けば何か思い出せるかもしれないね。うん、思い出す。あ、そっか、自分のこと聞いてない。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。これ自動送りしたいな。見る、調べる、自分の体を見た、思い出す。何も思い出さない。
左下になんか思い出すって出てるけど、あ、オートできた。他にボタンは、あ、バックログある、ありがてー。そしてそれもボイスが聞けると。お、スタートボタンは、手帳を見る、データを読み込む、ロード、設定を変更する、あ、ごめんなさい、プレステ5を最近やってたからB ボタン決定してる。ちょっと待って、 A ボタン、なんだと、 A ボタン決定、あ、既読スキップ、これ、え、周回ゲームだったりする、何、フォントレトロにできんの、ちょっとやってみていい、え、レトロってどういうこと、あ、ポポ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 って SE が鳴るってこと、あ、主人公の音声嫌がる人もいる、アレンジ、あ、そうなんだ、ファミコン版もできるんだ、まあそれはおいおいやりますか。このゲームそもそも音声大きそうだけど、一応上げとこうかな、何、キャラ音声ガンガンに自分と同じぐらいの声量で鳴ってくれた方が嬉しいんでこれでいこうか。あ、待って、操作説明表示、私はゼノブレイド2のプロコンでやっておるんだが、強制スキップ、うん、スキップモード R、 なるほど、読み返し、あ、バックログのことね、カーソル移動、なるほど、 OK、 まあ感覚でやっていこう。事故現場に移動する、僕、うなかみの崖へ行ってみます。そうか、気をつけて、困ったことがあったらいつでも来てくれ、相談に乗るよ。天地さん、本当にありがとうございました。行ってきます。え、フォントがレトロになった、こっちの方がいいかも。私、海神って言ってたっけ。え、めっちゃ綺麗。主人公は尾形さんだよね。尾形さんも好き。事故現場、ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。はいはい、あ、フォントめっちゃいい。さっきね、ちょっとね、違和感あったんですよ。なんか振り仮名が主張激しいなって思ってて。寂しげな波の音が聞こえてくる。私はこっちの方が好きだな。もしちょっと苦手な方がいたらごめんなさいね。どこって、何、ここが、あー、待って、事故現場。天地さんの話だと、僕はこの辺りに倒れていたってことになる。崖の上からここへ落っこちたわけか。ずいぶん寂しい場所だな。波の音しかしない。あれ、何か聞こえた。思い出す。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。空。いい眺めだな。記憶がない中、ふと癒されるものがあったらいいよね。崖の先端、先端が海に突き出している。あそこから落ちたら海へ真っ逆さまだろう。おお、本当に、どういう感じで進めたらいいんだろうっていう感じでふわふわやってる。この木だけ枯れてしまっている。うん、もう寿命なんだろうか。そういうもん。草むら、草むらがクッションになったおかげで軽い怪我で済んだのかもしれない。あ、そういうもん。地面、草が生えていないところがある。風や潮の影響だろうか。めっちゃ弾丸論破今思い出しちゃうよ声とこの感じで。海、ここの海岸はうなかみ海岸というらしい。うなかみ海岸、うなかみ海岸もう調べたかな。まだ調べるとこある。ピコピコって言ったの気のせい。なんかアイコン変わってる、左の。変わってないよね。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。誰かの声がする。誰？女の人。見る。どこ？おーいって言ってる。いや、女の子が叫んでいる。こっちよーって言ってる。僕を呼んでるのか。
すごいゆったりしてるよね、マイペース。今でもそうで、あそこまで行ってみよう。はい、ドキドキ。おお、連絡もしないでどこに行ってたの？心配したんだから。声優さん豪華僕を心配？じゃあ君は僕の知り合いなんですか？え、何言っているの？冗談のつもりなら怒るわよ。キャワワじゃん、幼馴染かな。聞く？名前。あの、君の名前は？何をふざけてるのよ。あなたと同じ探偵事務所の立花歩美じゃないの。探偵事務所？結構年齢いってるの主人公。歩美さん、ダメだ、思い出せない。思い出せないってどういうことなの？それが。え、記憶喪失ですって？聞く、自分のこと。僕のことを知っているのなら教えてください。ちょっと待って、その前にあなたがどうして記憶を失ったのか教えて。詳しいことはわからないんです。気がついたら、ここからさっきの草むらへ落ちて気を失ったらしいですって。もし反対側の海の方へ落ちてたら助からなかったわよ。なるほど、崖の先端はあの下側になってるんだ。わかったわ、とにかく一緒に事務所まで来てちょうだい。事務所。詳しい話はついてからにしましょう。天地さんはいいかな、大丈夫か。空木探偵事務所、めっちゃ下着感ある。ここが宇津木探偵事務所。宇津木って読むんだ、へえ、初めて知った。宇津木。本当に何も覚えていないのね。ともかく中に入りましょう。ここは宇津木先生の事務所で、私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。宇津木先生というのは誰なんだい？この探偵事務所のボスよ。そしてあなたは先生の助手として活躍していたの。僕が？あ、思い出せない。そう、聞く、事務所のこと。ここは宇津木先生の事務所で、私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。そういえばさっき崖の上じゃなかった、お話しした時聞くですぐにストーリー進んじゃったね。他もなんかセリフあったりしたんかな。何も思い出せない。進む時黄色い文字だったら嬉しいな強制的に言っちゃうと、あ、聞けなかったってなる。あなたと先生が知り合ったのは、あなたがまだ中学生ぐらいの頃の話だそうよ。離れ離れになった両親を探していたあなたは、この町で先生と知り合ったの。へえ、両親を探していた？なるほど。詳しい事情は知らないけれど、そうなんですって。まだ見つかっていなくて、今も探し続けているのよ。海岸の崖。どうしてあの崖へ来たんだい？あなたがあそこで誰かに会うと言って電話してきたから連絡を待っていたんだけど。何の連絡もないし心配になって。なるほど。僕が誰かに会う？あなたがこれを置いてってくれたから場所の見当はついてたけどね。逆に天地さんもなんでそこに行ったんだろうね
どこ？書類だな。鏡なんだこれ。鏡だ。特に変わった点はない。鏡なんだ。鏡じゃないんだ。鏡。そっか。鏡か。分厚いファイルや書類が詰め込まれている。うん。探偵事務所ならありそう。ソファー。使い込まれた感じがするソファーだ。なるほど。あ、ん？いやなんでもない。テーブル。どっしりしたテーブルだ。どっしりしたっていう言い方が良かった。あゆみ。どうしたの？そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃない。ほんと？旦那。勝手に触っちゃダメよ。もし先生の大事なものなら怒られちゃうわ。かわいい。ドア。ちょっと待って。どこに行くつもりなの？どっちかっつうと目視で確認ぐらいな感じなんだけど。メモ。明神村、綾代と書いてある。出かける直前にあなたが書いたものでしょ。え、ちょっと待って、こういうのっていちいちメモった方がいいやつ？どうしたの？そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃない。何も思い出せない。じゃあ移動する。僕が書いたものならこれが記憶を取り戻す手がかりになるかもしれない。よし、明神村へ行ってみよう。待って、名前ぐらい思い出さなきゃどうしようもないわよ。思い出してみて。名前ぐらいか。はい。後ろ立つ少女ってもう一個のソフトの方か。え、連動してるってこと？え、連動し、え、こっちから行っちゃいけないの？え、わかんないけど、いい絵にするか。同じ名字にできる。え、待って、私こういうのデフォルトにしたいタイプだからちょっと調べてきていい？ネタバレが怖いからさ、うっすらとしか調べられなかったんだけど、多分高だ。名前、なおや、多分。まあ違ってもいいかなって感じ。高田なおやくんでいきます。はい、高田なおや。はい。そうだ、思い出したぞ。そう、これが僕の名前だ。あゆみちゃん、明神村へ行ってくるよ。気をつけてね。自分で思い出したんだね。おお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 。暗。怪しい雰囲気もすでに。おお、なに、オープニング88年なの？88年、すごいね。綾代の家にあだなす者あらば、我死後の世界よりよみがえりて、その者に災いをもたらさん。ファミコン探偵クラブ消えた後継者。始まりますね。第一章、綾代家。ドキドキ。おーおーおー。え？あのさ、ここは88年なの？数時間後、僕は明神駅に降り立った。めっちゃいい雰囲気。もう完全に僕の夏休みやりたくなるやつ。僕が事故に遭った。うん。海の崖は
この明神村と天地さんのマンションのある大里市のほぼ中間にあたる場所だった。はい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 。僕はここに来たことがあるんだろうか。ねえ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 、駅員さんのあの切符切るやつ、切符切るやつ今使ってるとこ絶対ないよね。へえ。呼ぶ誰を、駅員さん見る、思い出す。僕はここに来たことがあるんだろうか。ねえ、呼ぼう駅員さん。お、すみません。すみません。は、何のご用ですか。いくつかお聞きしたいことがあるんですが、よろしいでしょうか。ええ、どうぞ。聞きたいこと。さて、どなたでしょうか。本当よね、その個人名言われてもって感じよね。あやしろ。あやしろという言葉に聞き覚えはありませんか。あやしろですか。あやしろ家のことでしょう。ここの当主とか、あそこに見える、わあの明神山のふもとの大きな屋敷です。本当だ、めっちゃ見える、さっきのムービーのところ。確かに大きな屋敷だ。てか駅員さんが指さすグラフィックがあるんだね。へえ。明神村について。ここはどの村なんですか。ご覧の通りの静かな村ですが、ここには古くからの飲酒や気味の悪い言い伝えが今でも語り継がれているんですよ。詳しく知りたいのでしたら村の人たちに話を聞いてみてください。え、待って待って待って、今気づいた、これ千葉さんじゃない、声優さん。え、豪華声優さんが死ぬほど豪華じゃん。自分のことについて知るかって感じよね。そういえば、あなたはこの村に来られたことがありましたね。本当？うわ、何ですか？ん？え？な、何今のメロディー？あの、キーポイントみたいなってこと？気づいたこと。いきなりそう言われましても。ちょっと黄色を避けてます。どこ？ご用でしたら、こちらで受けたまわりますよ。はい。タクシーも呼べるんだね。定期券、拝見、時刻表。この駅、年季の入った建物だな。全然違うとこ調べたらそうなるんだ。電車の本数は多いとは言えないな。いや、でもよく見て、1時間に1本以上あるよ。多いよ何言ってるんだ、多いぞ1時間に4本来たら多いでしょ空、青空が見える。青空見えるね。山、遠くにも山が連なっているのが見える。うん、伝言板 XYZ って書かなきゃ。何か書かれてるけど、かすれてしまっていて読めないや。読まなくて、あ、待って、あゆみちゃんが書いてるよ。なんだっけ、会場なんだったっけ、海神だったっけ、いや違う、なんだっけもう忘れた。海岸に行ってみようかな。書いてるんだね。こんなもん、駅員さん、こんなもんかな。もうちょっとこれスクロール早かったら嬉しいんだけど。真面目そうな駅員だ。確かに真面目そう。こんなもんかな。調べ忘れがあっても気にしないスタイルで行きます。あたりって何。駅の向こうに見える山はあたりか、明神山と見出し村全体を見下ろしている。はいはい。駅員さん、思い出したよね。やはり僕はここに来たことがあったのか。でも何も思い出さない。聞く、あやしろ家について。あやしろ家というのは、
戦国時代はこの辺りの領主だったそうですが、今は日本有数の資産家として有名です。僕はあの家を訪れていたのか。じゃあこれで終わりかな。調査をやめるって、あ、セーブしてやめるって意味かな多分。お社家行こう。ありがとうございました。うん、いえいえ、お気をつけて。お社家、ちょうど夏なんだね。お社家、メモにあったお社家というのがここのことで間違いないだろう。ここがお社家か。とにかく話を聞いてみよう。おーい。ごめんください。はい、ごめんをください。はい。この家の執事だろうか。門構えにふさわしいきっちりした身なりの人だ。どこへ行っておられたのですか。心配しておりましたよ。来てるんだここやっぱね。え、とにかくどうぞこちらへ。え、なんかすごいぬるぬる動いて可愛い羊さん。応接室。この人は僕を知ってるみたいだけど。それで何か分かったことはございましたでしょうか。むしろこぼれ落ちちゃったんだよな。すみません、あなたは僕のことをご存知なんですか。え、まず自分が記憶をなくしたことを言わないとって感じじゃない。実は僕、記憶喪失では、依頼した調査の内容や私の名前まで忘れてしまわれたのですか。なるほど、ここが探偵として来た場所。何も思い出せない。なんか申し訳ないね。聞く。執事の依頼について。よくお聞きください。私の依頼を受けたあなた様は、調査内容を聞くために先日この屋敷へいらっしゃいました。その調査内容というのは、先日亡くなりました当家の主、綾代菊様についてでございます。あ、そうなんだ。綾代菊さんが、ね、お亡くなりになっちゃった。思い出してくださいませ。SE すごいドッキリする。でもなんか昔のゲームあるあるだよね、この SE がちょっと挟む感じ。ちょっとこれはね、ファミコン音声でやるとしっくりくるやつ。お医者様は心不全と診断されましたが、あ、私にはただの病死とは思えないのです。なるほど、この時代の医療だったらね、詳しいことわかんないだろうしね、その今よりね。つまり菊さんは何者かによって。それを調査していただこうとこの屋敷へお呼びしたのです。それなのにこんなことになろうとは。ちょうどここまでお話しさせていただいたとき、あなた様にどなた様からかお電話がかかってまいりました。あ、その電話の後、重要な情報が手に入るかもしれないとおっしゃって、この屋敷を出て行かれたではありませんか。この情報ももしかしたら本当、この情報もこの件に関してではなくて、自分の両親っていう可能性もなくもないけど、でも仕事中に私情挟むわけにはいかないから、この件についてなんかな。あ、キクのことが増えたね。自分のこと聞いていい？宇津木探偵事務所の方でしょ。調査の依頼をさせていただきました。なるほど、気づいたこと。さあ、別にこれといって、キクのこと。キク様は綾代商事の会長でしたが、
78歳とご高齢の上、心臓が弱っておられたんです。なるほど、78歳。そこで遺言書を作成されたのですが、遺言公開の直後にご自分の寝室へ亡くなられてしまったのです。直後ってまた意味深ですね。ここまでお話ししてもまだ思い出していただけませんか？ごめんなさい。思い出そっか。そうだ、確かにここで依頼を受けた。思い出したぞ。あ、そんなに重大じゃないのかな、この記憶喪失。そのうち思い出す。そしてあなたは善蔵さんでしたね。おうおお、いいぞいいぞ。思い出していただけましたか。思い切ってお話してよかった。ああ。説明、重要な情報は自動的に調査メモに記録されます。ありがてえ。今まさにノートを引っ張り出してきたところでした。はいはい、さっき左から2番目の見られなかったもんね。あ、助かる。はーい、どんな感じで。17歳なの。夢が詰まってますね。田辺善蔵さん76歳、宇津木俊介38歳。自分について。17歳なの。高校生じゃん。まあでも高校行かない人もいるか。自分について、あ、R で2ページ目がありました。歩み証言、歩み証言って書いてある。なるほど。あまちさん、うなかみ、うなかみ覚えられないんだけど、うな、はい、38歳か。キクさん、庄司会長、商売系か、お金持ってそうだな。明神山なんだ、資産家。これはドロドロですよ。駅員さん、そんな重要。まあ指さすグラフィックがあるぐらいですからね。めたいね。もう30分経ってんの。どうする、この動画何分にする。全然切り方わからん。とりあえず進めていい。キクさんの遺言書はどんな内容だったんでしょうか。遺言公開にはご親戚の方々が立ち会われただけで、私にはちょっと分かりかねます。立ち会われた親戚というのはどなたですか。菊様の甥の綾代寛治様と次郎様、それに姪の春日あずさ様の3人様です。おい、息子は？子供や孫ではなく、おいと姪のね。私もそこに引っかかった。おい姪は兄弟の子供ってことだよね。うん、なるほど。思い出す？思い出したぞ。確かにここで依頼を受けた。僕はやっぱりこの屋敷を訪れていたんだ。この言い方すごい、尾形さんって感じでね、好き。あー、ごめん、間違えた。思い出した。意外とね、カーソル動くのね、ぬるっと動くんだよね。調査をやめる？気づいたことって何だったっけ。さあ、別にこれといって。調査やめていいのこれ。なるほど。
次何やればいいんだろう。遺言公開には菊様のご指なんか見なきゃいけないものある。ああ更新されたね。ああ40歳、まあそうだよね、メイだったら主婦。社長、老いなんだね。息子はどこに行ったんだろう。専務。親戚の方々について詳しく教えてくれませんか。教えてください。幹事様は三人兄弟の長男で綾代商事の社長をなさっています。三人兄弟の長男、三人兄弟の長男、はんはん、ご兄弟で一番末の次郎様は綾代商事の専務をなさっています。ちょっと待って、自分の子供について教えてほしい。いきなりね、追いに行っちゃうんだよ。春日家へ嫁がれたあずさ様はご兄弟の2番目に当たられます。なるほど、お兄ちゃんお姉ちゃん弟ってことね。まだ親戚のこと聞ける？皆さんはここに住んでいるんですか？皆様その日のためにお集まりになられたのでここに住んでおられるわけではございません。ただあずさ様だけはしばらくこちらにご滞在されるそうです。うーん、今はどちらかへお出かけのようでいらっしゃいませんが。皆さんからお話を伺いたいのですが。ただいま皆様はこちらにはいらっしゃいません。後ほどご紹介いたします。はい、お願いします。手がかりはあるか分かりませんが、皆様とお話になる前に菊様が亡くなられた寝室をご覧になりませんか。はーい、そうですね、ではお願いします。うん、じゃあ今回はこの辺りにしようかな。ちょっと区切り分かんなくって、初回はこの程度でやっていきます。主人公はあれなんですね、その仕事するんですね。他に手がかりない。17歳、でもお母さんとお父さんいないっていうのがあれだよね、すでにね。頼れる身寄りがない中、宇津木先生のところでお世話になって、いやその宇津木先生もいないから、とりあえず今目の前のことやろうかっていう感じかね。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。こんな感じでゆるっとやっていこうと思います。それではまた次もよろしくお願いいたします。バイバーイ、またねー。